ひばりとりは、栃木県宇都宮市にある山。標高は362メートル。山麓に複数の神社があり、登山口には、権現神社の石製鳥居と祠がある。ひばりとりは、栃木県宇都宮市の北西郊外にある標高362メートルの低山である。小菓山の東側、滝山の北側に位置する。宇都宮市街中北部の高台からは、 宝木や駒松の住宅街の向こう、小菓子山の手前、滝山の右側にその山陽を望める。付近は宇都宮県立自然公園の区域で自然豊かである。登山口は南京の下津巨萩の道に面する権現神社の裏手にある。また北麓には鶴カントリークラブのゴルフ場、宇都宮コースが立地する。岩場は少なく緩やかな斜面には、 南西山麓を除き紅葉樹林が広がる。小菓子山が、ノコギリの葉のような独特な山頂部と長い尾根を有し、滝山が、オアもを伏せたようなユニークな山陽であるのに対し、ヒバリトリアは緩やかで丸みを帯びた、柔和な稜線と明瞭でなだらかな円錐状の山頂部を有する美しい山である。実際、山肌には、岩場などなく、登山道も、 大きな起伏はなく緩やかな山道が続く。山寮には複数の低いピークがある。山頂の南側の山腹には標高275メートルから300メートルの3つの低いピークが、また山頂北側には山頂に隣接して340メートルから365メートルの2つのピークがあり、北陸は緩やかで広い山裾が続き、顕著なピークはない。 ヒバリトリアの3名の由来を示す資料はない。一般的にヒバリは鳥類のヒバリ、トリアは鳥の住みかの井でヒバリが住みかとしていた山と解されるが定かではない。登山道やハイキングコース等は一切整備されておらず、付近に登山者、ハイカー向けの専用駐車場などもない。南独の下助萩の道沿いの権限神社の裏手から、 南陸の二つの小ピークを経て、ほぼまっすぐに山頂に向かう踏み跡があるが、明瞭ではない。この踏み跡は明瞭ではないものの緩やかな尾根筋の山道なので、尾根筋をたどれば迷うことは、あまりないだろうと言われている。尾根沿いの踏み跡は、いわば里山のような雑木林の中に続いている。時折作業道と交差するが、作業道には入らず、 ひたすら踏み跡をたどると40分程度で山頂に達する。宇都宮の北西部山系である倉掛山、半倉山、男、加賀山などの峰を林間にかいま見られる。ひばり鳥屋は宇都宮県立自然公園に近接し、周辺には小賀市山、宇都宮市森林公園、滝山、滝不動村、クリアサーダムなどがある。ひばり鳥屋の北六部は、 ツルカントリークラブの宇都宮コースとなっている。宿泊施設もあり、森林公園の赤川ダム近傍には、宇都宮市サイクリングターミナルが、またツルカントリークラブのクラブハウスには、ホテルツルが立地している。また、山麓の南京には、下野萩の道が、西裾には、森林公園通りが整備されており、登山口は、南麓の下野萩の道沿いにある。山麓周囲には、 神社が多い。付近の神社は以下の通り、ありがとうございます。